はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。デウスエクスパート12やっていきたいと思います。はい、前回はですね、ハッカーがいる場所が中国にいると、ハッカーの場所いる居場所が中国だと、あの人が言ってましたのでね、そのハッカーを探してたらね、中国で探してペントハウスという場所にいるんではないかということでね、その中に入って、まあパソコンを調べたら、まあそのハッカーの名前が分かりました。で、アリーバン・ブリューゲンアリーバン・ブリューゲンっていう人が、ブリューゲンさんですね、がいるということで、そのブリューゲンさんはね、トン・シーハンっていう人がどこにいるか知ってるということで、そのね、このクラブの経営者っていうのかな、のトン・シーハンさんに会いに行きましょうということで、ここにやってまいりました。でね、まあマネージャーさんと話して、まあ、トン・シーハンと話をする許可っていうかね、まあ、ちょっと通すだけの許可、通すだけの許可はいただきました。はい、話する許可はまだもらってないんですがね。はい、ということで、前回の続きからやっております。では行きましょう。こんにちは。ここがあれですね、用心棒トン・シーハンさん、いた。あれ、お前じゃねえか、お前かよ信じられるか、パンダツが4回に大逆転を食らって賭け金が全てパーだ。あんたがトンか今気づいたのか、意外と鈍いやつだ。お前のボスの名前を言えばバンブリューゲンのことを教えてやるぞ。おっと、サリフインダストリーを知ってるか。サリフインダストリー、少し前に世間を騒がせたあの米国企業か。倒産したかと思ったが。なぜそう思う。ニュースを見ろ、近頃バイオテック企業はどんどん潰れてる。しかも躍進目覚ましい会社ほどな。なるほど。バンブリューゲンはアリスガーデンポッドの301番カプセルだ。ひどいホテルだが役に立つこともある。奴に手出しはするなよ。断った。さあな。ただそのインプラントが似合いそうな奴は他にもいる。お前がトン・シーハンでしたね話は以上だ。アリスガーデンポッドの301番カプセル、お目当てのハッカーはそこにいる。なるほど。ということで会いに行きましょう。やはりトンは協力者だった。アリスガーデンポッドでバンブリューゲンをかくまってる。予想通りね。大企業のファイアウォールを突破できるハッカーはトライアドにとっても貴重だものね。もうポッドに着いたけど何か手伝う？いや、君を危険にさらしたくない。すぐにそっちへ向かう。あれ、どっから潜入したっけ。上か、ここじゃないか。あのまま玄関に出たらダメですよねこっちか、ここですね。はい、ということで、カプセルホテルにいるみたいですね。カプセルホテルでかくまってたみたいですので、はい、それバンブリューゲンさんをちょっと起こしに行きましょうか寝てるかどうかわかんないですけど、はい、また潜入かな。いいよっと、バンブリューゲンさんあっちにいるみたいですね。意外と簡単でしたねここあー、こっちから行けないか、行けるか。もう何言ってるか分かんないもん。こっちか。再等一下，等我赚够了钱。压枪枪你，停停停！すごいな、面白い感じないかな、もっと。迷路中周、なんていうの？盲人、分かんない。停止暴行。停止暴行。ん？地下？地下鉄？あ、向こうだ。よし、
これは105カネ表わからん、すごい難しいですね、なんて読むのこれ、わからない、なんとか坂店わからない、もうよくね読める人いるのかなよく読めるなって言いたいです、読める人 すごいと思いますはい、ではバンブリューゲンさんにちょっと話を聞いてね、あまだか、通路だった、ここか、入れるの、あ入れた、邪魔します、お掃除してる、何これこの機械、何おポスト、なるほど、大佐職員って書いてあるわかんねえ、あ、ここも町の一つだ。ジェンセン。お。あら、ジェンセン、奇遇ね。ここで何をしているんだ、マリク。任せろと言ったはずだ。うん。分かってる。私は何もしてないわ。信じて、バンブリューゲンの件は任せる。待て、何かがおかしい。なぜ君がここにいる？うん。何でもないの。女の子には秘密があるものでしょ。何かしっくりこない。説教する。何かしっくりこない、それはわかるが何かしっくりこない、それが気になるんだ、一体どうなってる、私はただ調べてただけ、本当友達のために、彼女が報われないから、何の話だ、うん、何の話だ、大丈夫よ、全く好奇心の塊ね数年前私はこの町に住んでたの、私にはイブリンって親友がいて、彼女は妹みたいなものだった、ここでの暮らしは楽しかったわ、けどある日事故があって彼女は死んだの、いきなり重い話だな、マリク待って、最後まで話させて、もう吹っ切れたつもりだったけど、知ってるのよ、本当は事故なんかじゃない、なるほど、殺されたのよ、あのクソみたいな彼氏に、最初からダメ男だと分かってたのに、あの子耳を貸さなくて、落ち着けマリク、君の友人が殺されたというなら警察が捜査しているはずだろう、してないわ、警察はろくに捜査もせずにイブリンは階段から転げ落ちたって言ったの、あれは不幸な事故だったって、けど彼女の傷も死に方も辻褄が合わないのよ、この血痕分析を見ればわかるわ、血痕、警察の調書を見たのか、そうよ、友達がコピーをくれたの、私のために、馬鹿げてると思うかもしれないけど隠蔽工作があったのよ、私はそれを証明したいの、闇に葬られた検視報告書が手に入ればきっと真実を突き止められる、ただひょっとして俺はもう巻き込まれているジェンセン、悪いとは思ってる、バンブリューゲンの件が最優先なのは分かってるし、私個人の問題だし、でも自分の手には負えないとも思うの、私はただのパイロットで警察じゃない、けど真実が知りたいのよ、詳しい情報、まあまあ有無を言わず分かったって言いましょうか、でもなサブクエストですもんね、まあ了承して受けない、はい分かった、協力しよう、俺は何をすれば、協力者がリムに、彼に会って、そう、なんてこと、合言葉、そうね、ただそいつ本名は知らないけど通称アノニマス X、 なんだ安っぽいって言うんでしょ、アノニマス X、 アノニマス X って、ね、忘れる前に言っとくわ、事件に関することはすべて新聞記事も警察の調書もリムの詳細も、うん、このホテル9番カプセルだな、9番、ね、もう行くわ、何か分かったら連絡して、ありがとう、オンに切るわ、ジェンセン、ごめんなさい、やりませんごめんなさい、地熱管理を組み合わせて行うのです、失礼ですがダロスさん、北極海での工事は確実性よりもリスクの方が高いと言われています、ただの真実が証明されるの普通のストーリーの方を進めます、
はい、ということで、こっち上か、また上どこだ、こっち。いやー、友達ね、警察の隠蔽か。さっそ、いた、あっちへ行け、好みじゃねえんだ。こいつはデートのお誘いじゃない。俺がデトロイトで会ったお前の友人たちの件で話がある。デトロイトの件か。なるほど、サリフのものだな。俺が接続を切った時、あの場にいたやつか。なら、スパイ行為を認めるんだな。よし、ただのハッキングだ。あんな山、引き受けるんじゃなかった。おかげでご覧の通り。お前は俺の会社を潰そうとした。命が惜しかったら知ってることを話せ。まあ落ち着け。俺を雇ったあのクソ女のために命を捨てる気はさらさらない。おかげでこっちはお尋ね者だ。奴の名はチャオ・ユンル、体温メディカルの CEO だ。体温メディカルだと。サリフの最大のライバル企業だ。なるほど。どうしてそうなったと思う？チャオは競争を避けるためにサイバー攻撃や脅迫なんかを駆使して競合他社を黙らせてきたのさ。なるほどね。で、長いリストの最後を飾るのがサリフだ。なるほど。証拠はあるのか？体温タワーに監視カメラの映像がある。万が一に備えてサーバーに隠しておいたんだ。賢い隠し場所とは言えんな。取りに戻れない。まあ急にヤバくなったからな。けど今はあんたがいる。もちろん正面からは入れない。はい、生体情報を埋め込んだ社員証を用意して会社のシャトルバスを使うんだ。で、その社員証はどうやって手に入れる？俺は用意周到な男でね、女とやるのが大好きな警備員がいるのさ。やつはホンファホテルの最上階の角部屋にいる。はい、やつのお楽しみ中に忍び込んで盗めばいい。そいつを持ってくればパスポートの生体情報を埋め込んでやる。なるほど。お前はあのハッカーを自殺させた。そんなお前を信じろと。そうだよな。証拠が欲しけりゃそうするしかない。とっとと行け。ことを眺めるのに夢中になりすぎるなよ。それはないや。こんなとこ住んでんの。はい、ということで、お楽しみ中のところをね、俺が襲うっていう、あ、違うか。まあそこの人の、なんだ、データじゃねえ、社員証を盗むという任務ですね。地球の生態系は深刻な危機にある。我々が人として、本当声優が。こっちですね。さて、どんな感じかな。施設管理を組み合わせて行う。失礼ですが、ダロフさん、北極ダロフさん、ダロフさんの声どっかで聞いたことある。こっちじゃない、こっちだ。さて、見つかりたくないな。見つかりたくないな。逆に見つかったら変な空気になっちゃう。さあ、どうしようか。どんななんでしょうね。どんななんでしょうね。まずお家に潜入。そういう潜入もあるのかよ。いや、さて、意外と近いですね。お家じゃないな。完全にお家じゃねえな。よし、サクッと終わらせよう。完全にお家じゃないですね。今回はおまけなしか。悪いけど、ご希望のサービスを受けるなら、私だったら上には行かないわ。上に行く。頼むよ。今月の家賃が払えなくなっちまう。
またまたって、あ、ここでいいな。さて、あんまり年齢制限をね変えたくないからね。上かサクッと終わらせちゃいましょうか。メイのいる部屋にバッグを置いてきちゃった。おっと、こんにちは。言ったでしょ、私はオーグメントなんていらないの。しかもこんなことのために。ここか、セキュリティ、ここか。なら自分にオーグをつけて自分をバックしろって客に言って。あ、そっちか。いや、以上よ。危険すぎるわ。他人の快楽のために体を改造するなんて真っ平よ。話はまだ終わってないぞ。お前ら。メイ、お客さんだ。仕事をしろ。あ、バックか。こっちバックの方か。じゃあ関係ねえな。どっから潜入する？バレないように。あー、こっからか。こんにちは。誰かいる？最高に良かったよ。お、いた。あら、嬉しいわ。あら、もう終わってるみたいです。はい、こんにちは。ジェンセン、何か収穫はあったの？あし、もったいつけずに話して。ああ、バンブ流言にあった。体温メディカルが奴と傭兵を雇ってサリフを潰そうとしていたようだ。よし、終わり。体温メディカル、すでに世界のオーグ市場で十分なシェアを得てる大企業がなぜハッカーを雇うわけ、うん、そのシェアを確保するためだ。 このスマートカードをバンブ流言に渡せばそれを証明できる。応援がいるときは教えて。バンブ流言のとこ行けって。まだかと思った。はい、これで OK ですね。もう終わってたみたいですね。もう終わってたみたいです。いやー、安心しましたよ、ええ。はい、では、まあこんなところね、置いてまして。社員になりすましていくのかな？よし。太陽メディカルさん。ライバル社みたいですね。まあ、陰湿なライバル社だね。もう、影からどんどんね、襲いかかって、で、どんどんね、ライバル社を蹴散らしていったみたいで。そんな、ね、会社に潜入するわけです。あれ？入れない。ロー、セーブ中。よし。ではそんな太陽メディカルさん。の会社に潜入ということで、まずあの人に話しかけるのかな。バンブ流言。バンブ流言さん、なんかただのおっさんでしたね。武装してる人。よいしょ。長い、ここ。彼の発言をご覧ください。私がプロハを何回聞けばいいんだろう、これ。正月に聞いたばっかりですよってね。ね、なラランダッシュ、ラランダッシュ、ラランダッシュって聞いたね。こんにちは。本当に戻ってきたか。人間も捨てたもんじゃないな。無駄口を叩くな。スマートカードと俺のパスポートだ。データを埋め込んでくれ。すげえな。さあ、できたぞ。あんたの生体情報が入ったピカピカの社員証だ。これで俺も太陽メディカルの社員。その映像はどこにある？太陽メディカルタワーの監視サーバーの中だな。ね、そのバッジではローアーシティの工場までしか入れない。従業員シャトルでな。そこからタワーへはどうやって行く？
まあちょっと頭を使うことになるな。頭を使うのはちょっとな。とにかく一番の難関となるのはパングーだ。うまく起点を聞かせて突破してくれ。分かった。その後はどうする？アッパーシティタワーに入るんだ。例のサーバーは中央セキュリティハブの中にある。ログイン用のパスワードはこいつに入ってる。でかいな。それで報酬の件だ。うお、誰か来た。太陽メディカルだ。太陽メディカルだ。あ、逃げれ。あの墓を始末するんだ。助けろジェンセン、殺されちまう。そりゃ大変だが、どうやって。マジかよ、太陽メディカルだじゃねえ。頼むぜ、ね、助けてやったろ。せめて銃をくれ。自分の身くらいは守る。そうだな。ダブルバレーショットガンはあげたくない、リボルバーか。俺ハンドガンあるし、リボルバーあげますよ。仕方ない、こいつを使って脱出しろ。お、助かった。オンに切るぜ。大丈夫か本当に。隠れるんだ。くそ、太陽メディカルさんと勝負ですね。まさかあんな叫ぶとは思われませんでした。現在最も心血を注いでいるプロジェクトのためでしかない。じゃあ進んでいくぞ。来てるな。うわー、みんな撃たれてる。容赦ねえな。いる。バレたくねえな。そこに嬉しいな。そっち行けよ。報告しろ。奴はどこだ。 OK、 いるかな。いるね。この横にもいます。大丈夫か。バレた。あ、そう、プラハを訪れたの。今見えたぞ。逃げるぞ、逃げるぞ。まだバレてない。よし、逃げた。あっちか。こっちではないな。こっちではないな。敵がいる。危ね。あっちだよな。危ね。あー、閉まってる。よし。くぅ。まさか、急に、急、痛い。危ね。あれよ、よし、よいしょ。トイレ。よし、オッケー。あぶねえ。なんとか通気口に逃げた。うわ、まちょうどいいところに来た。まる、押せない。遠くには行かせんさ。よし、オッケー、クリア。オッケー、脱出か。よし、誰も見てない。
よし、誰もいない。ここクリアするまで。ああ、電気ビリビリ。大丈夫かな。よ、誰もいないよな。なん、どこ歩いてんの俺。よ、ほ、よ、ほ、ほ、ほ、ああ、最後の一個。ああ、いけ、いた、よし。オッケー、脱出。じゃなかった、まだいる。よし、じゃあ一旦ここで終了しよう。ああ、急に体温メディカルさんが持ってきましたね。いやあ、まさかこんなになるとは思いませんでしたよ。はい。ということで、隠れながら、ここのホテルから脱出したいと思います。はい。ということで、パート12、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では、次回お楽しみに。さよなら。